Mama Gushi. あ、もちろんその中断はすごく大変ではあったんですね。まあ雰囲気はなんか違ったと思いますね。なんかこれを作ることの意義っていうものがなんか共有されるというか、まあ、みんなでこれを作ることの尊さというか、なんかそういうものは結構みんな感じながらやってたり。行ってきます。妻を亡くし、喪失を抱えて生きる男と、ある過去を持つドライバーの女。私はあの車が好きです。とても大事にされているのがわかるので。僕がお父さんから聞いた話をしてもいいですか？どこでもいいから走らせてくれないか？ドロッキそのもの。監督見てくれました？あ、もちろんです。何度も見てます。いかがでしたか？あ